皆さんこんにちは。 NHK 歌謡コンサートの企画で竹島博さん、山内圭介さんと結成したイケメン演歌歌手トリオ、イケメン3の一人としても活動している北川大輔さん。演歌歌手の北川大輔さんは1970年9月8日生まれ、神奈川県足柄上郡松田町の出身です。本名を小野大輔と言い、なんと演歌歌手でありながら日本プロゴルフ協会公認インストラクター A 級の資格を持っています。ベストスコア62です。秋の風を感じると年齢性別に関係なく一人カラオケが増えると言います。忘年会シーズンに向けての練習が始まるようです。人気は昭和歌謡ですが、北川大輔さんの浜の踊り子が受けていると言います。昭和30年代の夜の横浜を舞台に踊り子との一夜を歌った北条誠さんの歌詞には、当時の浜の様子が手に取るように分かり、昔を知らない世代にも楽しさが伝わってくる内容となっています。神奈川出身の北川大輔さんにとっても横浜は子供の頃からの憧れで青春時代の原点ですと述べています。8ビートの心地よい楽曲に乗せ、平成の昭和歌謡に仕上げています。歌詞にあるブルースカイ、ナイト&デイ、チャイナタウンは全て実在した有名なクラブの店名です。シニア年代には懐かしい名前が並ぶといいます。レコーディングの前にジェロ君から発音を教えてもらいましたということで、後輩のジェロとは気が合うようで、仕事が一緒になると楽屋でもよく話をしますとしています。振り付けは北川大輔さんの PV にも登場するパパイヤ鈴木さんです。覚えやすく楽しめ、カラオケで歌うにはもってこいと評判が良いそうです。28歳で演歌歌手としてデビューして現在52歳、遅いデビューはプロゴルファーを目指していたためです。1992年に専修大学商学部を卒業しましたが、当時ゴルフ部に所属して学生選手権等で活躍していました。1993年には米国にゴルフ留学をしに渡米します。カリフォルニア州ゴールデンステートミニツアーに参戦しつつ、帰国後トーナメントプロを目指しました。2012年の男子賞金王のプロゴルファー藤田博之さんは同期で、今でも互いにエールを送り合う仲だとしています。練習生時代、たまたま腰を痛めていた時にカラオケ大会に参加しました。そこで作曲家の子中川博之氏に声をかけられます。歌のうまさだけでなく、君は何かやりそうな目をしているとプロへの誘いを受け、デビューにつながりました。1998年8月26日、日本クラウンよりファーストシングル「前橋ブルース」でデビューしました。星野哲郎さん作詞、中川博之さん作曲、小杉仁蔵さん編曲と豪華作家陣に支えられて満を持してデビューしました。また歌手デビュー前に劇団に所属して役者の勉強をしていた時期もあります。以前当時の劇団仲間から誘われ、南の島に雪が降るという芝居に軍人役で参加したこともあります。終戦70年、戦争の悲劇を通し今普通に暮らせている尊さを伝えたかったんですと述べています。これまでに北川大輔さんは様々な賞を受賞してきました。2000年、日本クラウンヒット賞新人奨励賞、日本歌手協会新人奨励賞を受賞しています。2008年には第50回輝く日本レコード大賞日本作曲家協会奨励賞、2009年第51回輝く日本レコード大賞優秀作品賞お前を連れて、2015年第57回輝く日本レコード大賞作詞賞受賞作品歌賞横浜の踊り子がそれぞれ選ばれています。チャレンジ精神旺盛な北川大輔さんですが、歌以外への挑戦は次にいい歌を歌うための休止時間だと述べています。北川大輔さんは一度は夢破れ夢を諦めたことがあります。そこから這い上がり掴んだ今、ここからがどのようにさらなる発展を目指すのか楽しみです。さてイケメン演歌歌手として知られる北川大輔さんが2014年10月17日都内から公演先の甲府市に車で移動中、脇腹の痛みを訴え山梨県内の病院に救急搬送されました。所属事務所によると治療を受けてすぐに退院し予定通り公演したとのことです。心臓近くの筋肉が炎症を起こしていたと発表されました。当日早朝から脇腹に痛みを訴えていましたが、車中で呼吸が困難となり談合坂サービスエリアで停車し119番通報したとのことです。近くの病院に搬送されました。公演にはコルセットを巻き痛みに耐えて臨んだということでプロ根性を見せました。ところで北川大輔さんは結婚しているのでしょうか。そちらも調べてみました。イケメンで歌も歌えてスポーツもできる北山大輔さんですが、
私生活はどうなのでしょう。調べてみたところ、どうやら結婚はしていないみたいです。これだけの才能が揃っていると一人の女性を選ぶのはなかなか難しいのでしょう。デビュー20周年を迎えた時、レジャー面のグルメ特集を企画しました。北川大輔さんおすすめの店として紹介された店の店主高橋聡さんは、歌手北川大輔を支えるどころか人間北川大輔を形成する上でかなり重要な位置を占める存在でした。高校野球でピッチャーをしていた北川大輔さんは、野球をやめたのをきっかけに父の勧めでトップアマだった高橋聡さんにゴルフを習い始めたそうです。その時の条件は自分以外に教わらないことでした。ゴルファーなら理解できる話だと言いますが、プロでも人によって言うことが違うそうです。そのため指導者が多いと先導を多くして船山に登るという結果になることが往々にしてあるのだと言います。高橋聡さんが北川大輔さんに伝えたのは、ゴルフ以外のことを考える時間があるならゴルフのことを考えろでした。この教えが北川大輔さんをプロゴルファーにまで育てたのです。後に歌の道に転向する時も高橋聡さんに相談しました。まだ小学校1年の時にでかい行動で6年生までの児童集会みたいなのがあってね、そこに一人で行って話をしていたんです。その辺がもう頭に残っていてねと振り返り、歌謡界の募集があって受かって、師匠どうしようかって言うからそっちへ行けって、まさに歌手北川大輔誕生の瞬間でした。彼はそういう人気商売の方が絶対にいい、人間性がね、今時珍しい地味で真面目な子なんだよ。どこに行っても話すと好かれるタイプだから、歌に行っても人に好かれると思っていた。そこが彼の一番尊いところだと思うんだと北川大輔さんの魅力を存分に語ります。同席した事務所関係者も初めて聞きましたと告白した話でした。僕は大輔の心配はしていない、心配しているのは身体のことだけ、病気さえしなければねと述べています。この日一つエピソードがありました。同店の取材を終えて北川大輔さんは地元のレコード店を訪れました。同店には噂を聞きつけたファンが集まっていたそうです。ファンに囲まれて写真撮影やサインに応じていましたが、ファンの要求は時に暴走します。この時も歌ってよと無茶を言い出したのです。実はこの日北川大輔さんは風邪気味で声がかれていました。しかし嫌な顔一つせず、アカペラで横浜のブルースをワンコーラス披露したのです。人気商売だから当然だろうと思うかもしれません。しかし高橋聡さんの話を聞いた後目の当たりにした光景だっただけに、芸能界で20周年を迎えられるのはこういうところなんだなと妙に納得したシーンだったといいます。2023年6月25日北川大輔さんが東京浅草花劇場でデビュー25周年記念コンサートを開催しました。25年を振り返り、今思うとたくさんの方に感謝ですね。あっという間というのが本心。個人的にはこれから一つ二つ三つ目が始まると思っています。スタートラインだと思って高い目標を掲げたいと話していました。何もわからないところから始まったのが10年目まで、そこからどういう色をつけていこうというのがここまで、だからここからの3つ目が楽しみでしょうがないですと笑顔で先を見据えていました。25年間で印象的な出来事を聞かれると、毎日ですかねと即答しました。一日も手を抜かなかった気がするので、やっぱりお店に行って CD を何枚か買っていただけたらプラスになるじゃないですかと説明しました。プロゴルファーを目指していた過去から元スポーツマンなので、努力は嘘をつかないという言葉が好き、重ねた努力は嘘をつかないですからときっぱり答えます。運動能力には自信があり、体力があることからも粘り強くこれまで活動してきました。毎日が思い出かなと思います。嫌なこともありましたけど覚えていないですと笑っていました。ライブでは日本レコード大賞優秀作品賞のお前を連れてや最新シングル家族などを歌い、ファン300人から拍手を浴びました。同曲について最初家族という言葉が来た時に戸惑ったんです。一人もなんでと明かし、でも幼少期の家族がいて兄弟がいて、今の世の中に欠けているものはそういうものかもしれない、家族というのはそういうところかもしれないと思いましたと10回しました。いかがだったでしょうか。今回は北川大輔さんのこれまでの経歴や今後の展望などについて見ていきました。今後については30年40年行けるところまで行きたいと力強く誓っています。後輩たちの面倒を見ていきたいというのがまず一番です。中堅として仲良くと話し、演歌歌手みんなで
すごい大きなところでやってみたいですよね。アリーナとか武道館とか、演歌負けてないよねっていうと意気込みを語っています。演歌界は新人もたくさん出ているので、古い音楽ではなく新しい音楽だと思っていますと言葉に力を込めていました。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録・高評価をお願いします。